ごちそうさま。花よ、リン、そっちはもういい？うん、私は大丈夫だよ。リンもお腹いっぱいにゃ。そう、それじゃ、悪いけど私たちは用事があるからちょっと出かけてくるわね。今日も三人でお出かけ。怪しい。そうやね、こうも毎日やとさすがにね。出てったと思ったら遅くまで帰ってこねえしな。はい、それに最近はすごく疲れた顔をしています。うん、花代ちゃんなんか最近食欲もないみたいだし心配になってくるよね。ええ、だからこそ三人の後をつけて確かめるのよ。マキたちが私たちに内緒で何をしているのか、何を隠しているのかを。さてと、それじゃあみんな準備はいい？団長さんたちもごめんね。せっかくの休みやのにうちらの事情に付き合わせて。気にしないでください。私たちもマキさんたちのことが心配ですから。何かあってからでは遅いですからね。ええ、よーし、それじゃみんな行こう。うふん、絶対に逃がさないんだから。どうしたの、かよちん。なんか今背筋がゾワゾワってして。風邪？特に熱はなさそうね。でも辛かったら言いなさいよ。ダイエットなんかよりも花代の体の方が大事なんだから。それはわかってるけど、でもあの地獄のメニューをするのはもう。かよちん、大丈夫だよ。リンもマキちゃんも手伝うから。だからね、元気出そう。リンちゃん、ありがとう。はあ。はーい。って、花代に、リン？私、もうダメかも。かよちんはダメなんかじゃないにゃ。ほら、リンがついてるよ。じゃ、いきなり何よ。ていうか、なんで花代が泣いてるわけ？マキちゃん、実はかよちんが。衣装がきつくなった？そうみたいにゃ。それって要するに太ったってこと？はっきり言わないで。はあ、まったく。何かと思えば、にしても花代も懲りないわね。以前もそれでダイエットしたのに。だってこっちの世界にも真っ白なご飯があったんだよ。だからどんな味か気になって。それにこっちの世界に来てからは練習以外にも動いてるから、だから大丈夫かなって。でもそれで衣装が入らなくなっちゃったんでしょ？そういえばリンも花代と同じくらいラーメン食べてたわよね。大丈夫なの？リンは大丈夫。リンは食べても太らない体質だし。リンちゃんが羨ましい。そればか
りは同意ね。ま、それはともかく、太ったんならダイエットするしかないでしょ。そうだよね。ダイエットしないとダメだよね。でもご飯が。花よ、そんなこと言ってたら一生ダイエットなんてできないわよ。っていうか、海にバレたら大変なことになるんじゃないの？花よが太った？またですか？仕方ありませんね。ならば特製のダイエットメニューを用意しましょう。まずは5キロのランニングから。練習後よく体をほぐしておいてくださいね。5キロから10キロ、15キロと体を慣らしながら週を追うごとに距離を増やしていきましょう。大丈夫ですよ。今の花代なら走れます。最終目標の 42.195 キロまできっとたどり着けるはずです。私も花代と共に走りましょう。目指すはホノルルです。別に好き好んで言うつもりはないわよ。ありがとう、マキちゃん。よかった。リン、カヨチンの倒れる姿なんて見たくないにゃん。っていうか、どうして私のところに来たわけ？秘密にしたいのなら、誰にも言わなければいいじゃない。実はそのマキちゃんに私のダイエットを手伝ってほしくて。なんで私が？リンがいるでしょ。リンももちろん協力するよ。でもリン、ダイエットってしたことなくて。だからやり方がわからないにゃ。ああ、なるほどね。だからお願い、マキちゃん、私のダイエット手伝って。もう海ちゃんのあのメニューを受けるのは嫌なの。だからお願い、マキちゃん。リンからもお願い、カヨチンの力になってあげて。え、マキちゃん。ああ、もうわかったわよ。手伝えばいいんでしょ。手伝えば。ありがとう、マキちゃん。マキちゃんがいれば100人力にゃ。はあ、ま、私もちょっと体力をつけたかったしね。まずは食生活の改善と運動だけど、食生活の方は後で注意するとして、問題は運動の方ね。大っぴらに筋トレやランニングしてると太ってダイエットを始めたって海たちにバレかねないわよ。ねえねえ、マキちゃん、団長さんたちの真似をするのはどうかな。え、リンちゃん、それって私たちでお仕事を受けるってこと？うん、団長さんたちの運動量ってすごいでしょ。だから団長さんたちを真似たらすぐに痩せるんじゃないかなって。それにお仕事ならサボらないでしょ。悪くないアイディアかもね。もし海たちにバレたとしても、欲しいものがあるからって言えばごまかせるわけだし。でも私たちにできるかな。大丈夫だよ。前団長さんたちに話を聞いたら、猫探しみたいなのもあるって言ってたから。それぐらいなら私たちでもできそうだね。それじゃ、リンのアイディアでいきましょうか。うん、それじゃあカヨチンのダイエット作戦の始まりにゃ。うん、
え、リンちゃん、今日のお仕事って薬草の採取でいいんだよね。そうにゃ。結構まばらに生えてるのね。うん、この薬草なんて山の頂上付近まで行かないと取れないみたい。そうだよ。だから今日は山の隅々まで歩くことになるね。ねえ、リンちゃん、これだけ歩けばきっと痩せるよね。うん、そう思ってリンもこのお仕事を受けたんだ。ありがとう、リンちゃん。私頑張るね。カヨチン、ファイトにゃ。はあ、そんなにすぐに痩せるわけないでしょ。この依頼書の通りだとこの辺りに生えてるはずなんだけど。あ、このお花じゃないかな。まったく同じ花にゃ。お手柄だよ、かよちん。これで残りはあと一つね。よし、それじゃ次に向けて出発にゃ。場所に戻る方法を考えないとね。頂上を目指すにゃ。え、リンちゃん？頂上？なんでよ。頂上を目指すなら道に迷わないもん。
それに頂上に近づくほど道が限られてくるから正しい道が分かりやすいんだって。なるほど、確かに理にかなってるわね。すごいね、リンちゃん、よくそんなこと知ってたね。合宿の時の山登りで海ちゃんとのぞみちゃんから教えてもらったにゃ。この知識がないともしもの時は生きて帰れないからって。合宿で山登り？うん、山を制覇し成し遂げたという充実感が創作の源になるからって言われて海ちゃんに連れて行かれたんだ。あの時は本当に大変だったにゃ。海ちゃんと山登りをするのはもうごめんだにゃ。軽いトラウマになってるじゃない。それじゃ、リンの言う通り頂上を目指して歩いていきましょう。ちょっと待って、マキちゃん、どうしたの？この草ってもしかして、あ、もしかしてそれが探してた薬草？そうみたいね。じゃあカレーを取ればお仕事は終わり？ええ、必要な薬草は全部取ったもの。じゃああとはみんなのところに帰るだけだね。この薬草がここに生えてるってことは今私たちがいるのがこの辺りってことよね。そうなると帰り道は、そんなに怯えなくても。わあ、すっごく大きなイノシシ。ハラショ、ちょ、エリホノカ、そんなこと言ってる場合ですか？そうだよ、早く逃げないと。みんなストップ、下手に動いたらダメだって。のぞみちゃん、どうしてですか？大きな声を出したり後ろを向いて逃げたりするとイノシシを刺激してしまうんだよ。あと刺激して敵やって思われたら大変なことになるしね。大変なこと？イノシシって鼻のいい生き物なんや。だからその匂いを頼りに永遠と敵を追いかけてくるんだよ。だからみんな落ち着いておとなしくね。ごめん、のぞみちゃん。リンたち、それ全部やっちゃったにゃ。ああ、それで追いかけられてたんだ。ちょ、何のんきなこと言って。ちょ、どうすんのよ。こうなったらうちらで追い払うしかないやろね、団長さん。ほら、団長さんたちばかりに任せてないで、うちたちも手伝わないと。ああ、もうどうなっても知らないからね。
みんな頑張ろうね。ニッコリクリー。カードがうちにそう告げるんや。いくよ。バカ。そこそこ。そう。それで、なんでみんながここにいるわけ？そんなの3人が心配だったからに決まってるよ。え？心配？花代ちゃんたち、ここのところ毎日用事って言ってどっかに行ってたやろ。その上帰ってくるのは遅いし、毎日疲れた顔してるからね。それに私たちが理由を聞いてもはぐらかすしね。ま、そういうわけでみんな3人のことが心配になったんだ。ええ、だから悪いとは思ったのだけど後をつけさせてもらったわ。あなたたちがこそこそと何をしているのか、私たちに何を隠しているのか、それを確認するためにね。でもまあ途中で見失っちゃったんやけどね。とりあえず3人を探して頂上まで登ってみたんだよ。そしたらそこにあんたたちがイノシシを引き連れて現れたってわけ。そうなんだ。それで花よ、マキ、リン、私たちを安心させるためにもちゃんと話してくれないかしら。あなたたちが3人だけでこそこそしていた理由を、いえ、私たちに何を隠しているのかを。はあ、別に大した理由じゃないわ。花代のダイエット、ただ私とリンはそんな花代に付き合ってただけ。マキちゃん、マキちゃんひどい。カヨチンを裏切るにゃ。もう逃げられないんだから諦めなさいって。花よ、太ったというのは本当ですか？ごめんなさい。なあ、なんであんなにビビってんだ？うみちゃんの作るダイエットメニューってすごくきつくて、しかもいつもの練習に追加してやるから。ああ、なるほど、それから逃げたかったんだな。ま、そういうことね。ああ、つまり3人だけでこそこそしていたのは海にバレないようにダイエットをする、そのためってことなのね。ええ、それ以外の理由なんてないわ。にしてもよ、太ったっていうのは本当なのか？オイラにはあんまり変わったようには見えねえんだけど。私もです。むしろ前よりも体がしっかりしたように見えますね。でもその最近衣装がきつい気がして。ああ、なるほど、そういうことですか。花よ、それは太ったのではありませんよ。
生がきつくなる理由は太る以外にもあるでしょ。体が成長したとか鍛えられたとか。私たちはこちらの世界に来てから練習に団長さんたちのお手伝いとずっと動き続けてますから、だから自然と体が鍛えられたのでしょう。つまり衣装がきつくなったのは花代が頑張っている証ですね。じゃあ私太ったわけじゃないの？はい、実際以前に比べて花代の動きが格段に良くなっていますから。そういえばそうね、激しいダンスでも軸がぶれなくなってるものね。そういえば前みたいに疲れなくなった気がする。それも体力がついたからでしょう。何よりただ太っただけなら私か小鳥がすぐに気づきます。ですので心配する必要はありませんよ。よかった、よかったよ。よかったね、かよちん。これで真っ白なご飯をいっぱい食べられるよ。うん、ありがとう、りんちゃん。はあ、別にいいけど、食べ過ぎたら今度こそ本当に太るわよ。ちなみに私が太ったと判断したその時は特製のダイエットメニューをご用意しますので。あ、はい、気をつけます。これで全部解決やね。そうね。それじゃあそろそろ戻りましょうか。ええ、私たちの用事も終わったしね。はあ、なんかいろいろと疲れたわ。ごめんね、マキちゃん。私の勘違いに巻き込んじゃって。ごめんだにゃ。で、別に謝る必要ないわよ。その、疲れたけど嫌じゃなかったから。それに、花代たちに頼りにされるのも悪くないし。マキちゃんが出れたにゃ。出れてない。何してるの？三人とも置いてっちゃうよ。すぐ行くにゃ。さあ